あ、俺俺。俺俺。俺だけど。そう、たかしだよ。いや、実は事故を起こして。俺は平気。ただちょっと問題があってさ、今警察の人と変わるから。あ、お電話変わりました。警察の玉木です。玉木です。玉木。ええ、赤坂の交差点で右折車線を直進で走っていた車に、たかしさんの車が車線変更しようとして接触したみたいなんです。全然違います。朝サッカーではなくて赤坂です。赤坂の交差点での接触事故です。ああ、いえ、私と事故したわけではなくて、別の方とぶつかったんです。ええ、タモリも無事です。半分ボケてんじゃん、楽勝だよ。それは良かったです。では、ごめんくださいませ。ああ、いえ、まだ話がありましてですね、ぶつかった相手の車には小倉さんというご夫婦が乗ってたんですが、奥様が怪我をされて今救急車で搬送中なんです。もしもし。もしもし、その方は大丈夫なんけ？命に別状はないみたいだけど、あのさ、どうやらその旦那さんが都組っていう暴力団関係の人みたいでさ。暴力団？それで今弁護士さんに来てもらってるんだ。もしもし、お電話代わりました。弁護士の乾です。乾です。弁護士の乾と申します。猪木さん、はい、何でしょうか。猪木です。はい、お聞きになられましたように、人身事故ですので、示談が成立しなければ書類が作成されて検察庁へ提出され、刑事告訴となります。はい、はい、ちょっと分かりません。ゆっくり喋ってもらえますか、タモリさん。私はタモリではなく猪木です。ええ、わかりますよ。井森さん、もっとゆっくりお願いできますか。お母さん、落ち着きましょう。私は乾と申します。ですね、人身事故ですのでね、示談が成立しなければ書類が作成されて検察庁へ提出されて刑事告訴となってしまうんですね。刑事告訴？そんなの初耳ですよ。いや、それは今初めてお話ししましたからね。ちょっとその事故を起こされた方と変わりますね。もしもし。はい、もしもし。ああ、宮古組の小倉いうもんですがね。ひよこ組。はい、よろしくお願いします。いや、宮古組、宮古、ひよこ組、ひよこ。ちょっとよく聞いてくださいや。もういいから話進めろよ。まあ、組の名前はどうでもええ。あんたの息子がぶつかってきて、かみさん病院向かってるんですよ。どうしてくれるんですかね。おちょっとご主人、落ち着いてください。落ち着いて。こいつがいきなり車線変更してきたんやんけ。100%こいつが悪いんじゃ。すいません、本当申し訳ありません。ごめんね、すまんなら警察いらんのじゃ。ちょっと電話中なんですから。もしもし、ひよこ組の方を出してください。ひよこ組の方。あ、もしもし。ひよこ組の大倉じゃが、もう組の名前言わんでええから、わしは大倉いうもんじゃ。はい、もぐらさん。あのよ、ばあさん、いきなり車線変更してきてぶつかってきたんですよ。こっちはいい迷惑ですよ。親として何か言うことあるでしょうが。はい、なんと申し上げたらよいや
いや、死んではないわ。よくないわ。今救急車で病院向かってるんぞ。よくないわ。それでですね、このままだと刑事告訴になってしまうんですね。刑事告訴、そんなの初耳ですよ。いや、さっきも言いましたよ。なんとかしてください、ヤモリさん。タモリです。あ、いや、猪木です。あ、それでね、まあ刑事告訴の可能性があるんですが、ただし示談が成立すれば人身事故ではなく単なる物損事故として処理されるんですね。そうなんですか。いや、そんな軽く言われて簡単にできるようなら私も出てこないわけで、そのためにはお金が必要になるんですよ。払います。いくらですか。あ、そうですか。振り込んでいただけますか。いくらですか。まあ300といったとこでしょうかね。円じゃないですよね。当たり前ですね。牛丼をおごって済ませようとしてるわけじゃないんですから。300万。わかりました。振り込みます。ありがとう。本当助かるよ。じゃあ示談ということで処理させていただきますので300万円をお願いします。はい、今週はゲートボールの練習とかありますので週明けには。え、あ、いい、そんな悠長な話ではないんですよ。え、もしもし。ん？お金払わないと処理されないんだよ。ん？俺今日大事な会議があってさ、早急に示談で処理したいんだよ。だからすぐ振り込んでもらえない？本当？ありがとう、助かるよ。じゃあ振り込み先言うからメモしてくれる？もしもし。やめなさい。え？人を騙すなんてやめなさい。一生懸命貯めたお金を騙し取るなんてダメだよ。何言ってんだよ、俺そんなことしないよ。たかしはね、だいぶ前に死にました。たかしは、私の息子はもうこの世にいないんですよ。じゃあ最初から嘘だと分かってて話に乗ったのか。天国のあの子と話せてるようで嬉しかったんです。そんなことあるわけないだろ。死んだ息子が事故を起こしたって連絡してくるかよ。息子は犯罪行為に手を染めました。それで逃走中に事故を起こして死んだんです。だからね、もしかして本当にたかしじゃないのかなって、そんな気がして、たかしだったらいいなって。タモリさんにも代わって。あ？もしもし。タモリさん、悪いことはやめなさい。猪木さん。はい。人を騙すのはやめなさい。
の方。もしもし。あら、さっきの涼しい人、本当はおとなしいんですね。そうでしょ。本当はそんな悪い人じゃないはずだもんね。ちょっと間違っちゃっただけなのよね。名前だってひよこ組だもんね。でもね、間違っちゃったのならやり直せばいいの。いくらだってやり直せるんだから。生きてる限り。振り込み先を教えなさい。え？300万でいいのね。何言ってんだよ。そのお金でやり直してください。俺らがその金で遊ぶかもしれないだろ。好きにしなさい。あげるんだから、あなたたちの自由。何言ってんの。いらない。いりません。やり直してほしいんです。いりません。やり直せるから。いりません。いりません。それはやり直したくないから。それとも300万なくてもやり直せるから。名前を教えてくれる？ゆうじです。つよしです。こうきです。まことです。じゃあ切ります。